今日はですね、石垣の、ピザパルコ、あのテイクアウトのピザのお店で、なんかこう蜂のつく日はピザが安いみたいな、ちょっとね、ここでちょっと一番人気のピザを今日はちょっと買って、見たいと思います。ちょっとね、マスクをします。こんばんは。ちょっとね、はい、パルコさんの一番人気の、はい、ちょっとピザを1枚ちょっとテイクアウトしたいんですけど、はい、ありがとうございます。一番人気、一番人気そうですね、まあ、総合ランキングが1位の、もう迷ったらこれっていう、じゃあそれをいいですか、はい、M でいいですか。 M で、はい、M ください。はい、よろしくお願いします。はい、M サイズなんですけども、はい、通常の生地か薄いクリスピーのパンでご用意します。あのパン生地みたい、はい、あ、うん、そのやつで、はい、パン生地みたいな、はい、はい、すいません、お願いします。はい、いっぱいあるんだ。レジ袋1枚5円ですが、いかがしますか。あ、これ箱で来るのかな。箱です。あ、箱でいいですよ。はい、はい、はい、しましたら10分15分で出来上がりますね。はい、写していいですか。はい、どうぞ。許可を得て撮らせてもらってます。あ、ほら、あのでっかいのある。これは今頼んだの、今作ってもらってるの。これは何サイズ。これは小さい、M。 あっちは何、 L？ 特L みたいな。めっちゃでかいよな。 2.5 倍ぐらいいるね、それの、うん、チーズたっぷりだね。うん、いろいろ乗ってる。そう、なんかね、とにかく一番人気を、うん、ね、やっぱね、みんなが食べてるやつ食べたいじゃん、なんか、うん、一番人気だから美味しいんだろうね。そうありがとうございます。なんかすんごいいいね、うん、うん、チーズか。あ、チーズだ。よし、あとはもう、あれがピザがなんか入ってるやつなんだ。そう。あ、うんうんうん、なるほどね。よし、オッケー。向こうから出てくるのが見たいね。あ、これだ。これだ。ほら。XL、これもテリアスネークス。でも夏いの。だってほら、食うじゃん。息子。ありがとうございます。これはいりますか。はい、こちらです。XL やっぱでかいね。大きいですね。まあこのサイズなんで。ね、でかいな。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ただいまでした。お帰りです。お腹減った、めっちゃ減った。今日はですね、ピザパルコ、欧米か、え、意味わからんけど、はい、これはピザパルコ、はい、なんかサングって何、サングア、サングア、これはあれ、魔除け、ね、ほら、サングアって魔除け、ちょっと裏返ししていいですか。ね、ほら、やっぱピザパルコ、まあ、ね、沖縄らしく、これ沖縄のね、いや、わかんない。なの、違うんじゃん。でも沖縄の箱じゃないね。でもね、ほら、サンゴは付きです。一応買っています。魔除けですね。え、まあ、はい、開けるよ。今日ね、ミックス、あ、ピザのミックス、ね、ピザのミックスで、あのね、ピザパルコの石垣店で
まあ、一番人気があるっていうのを今日買ってきました。はい、はい、いきます。トゥルトゥルトゥルー。おー、うまそう。いいね、ピザたっぷり。ピザだね、チーズたっぷりだ ね。おお、どうぞどうぞ。めっちゃ腹減った。じゃあ早速ビールも、ビールも開けていいですよ。いいですか。はい、どうぞ。これミックス、あ、これ一応これらしいです。これのね、一応ね、 M 一番ちっちゃいやつ、うん、XL もあったね。これぐらいのやつ。高かったね。どうぞどうぞ。じゃあいただきます。はい。あ、そうよ、ピザパルコっつったら、あの、なんだっけ、テイクアウト。そうそう、テイクアウト専門で、専門の、あの、そうそう、ピザ屋さんだから、比較的安い。うん、あのね、柔らかい、柔らかい味。生地が？うん、生地も、あのね、ほら、何？パリパリの薄い生地と、うんうん、ちょっとパン生地と、パン生地とクリスピーって言いたいんでしょ。そうそう。で、これはパン生地の方だよね。パン生地の方の、俺パン生地が好きだからの選んで。パンツも好きだよね。うん、やりました。はい、飲みやすい。やっぱり一番日記っていうだけの味してる。うん、あのね、乗っかってるやつがさ、うん、何ほら、モコってしてる。もこっと表現がな、ちょっとな、ゼリオさんちょっと表現勉強しないとね。あのね、いっぱい入ってる。あのカレー味もするし。カレー味？うん、カレー味もちょっとする。うん、うん、うん、で、あの、ほんとでもウインナーとか、うん、さっき いろんなのが入ってる、ね、ちょっと作るところ見たけど、ね、ほんとなんかいろんなの載ってたから、うんうん、ゆっくり召し上がってください。チーズベースでね、まあ大好きな味。ビールに合う。うん、うまっ。ごゆっくりどうぞ。うん、うん、うまっ。もう半分以上食べたからね、多分もう。違う違う、やばくない？一人で全部食べたら。でもね、正直言ってまだ お腹がさ、全然半分にも全然いってない。いや、今日は、いや、さっきは手が震えてたんだよ、お腹つきすぎて。この間の食べ歩きでは早いうちからギブしてたけど。あれはね、あれはちょっとコンディションが悪く、やっぱりね、やっぱこうちょっとたっぷりめにつけるのが私は好きです。ほら、ほら、もうこんな、こう、言えばタバスコはね、滴り落ちるぐらいにこう、アントニオ猪木のタバスコだよ。本当に食べれそうだね、全部。うん、全然お腹空いてるもん。味覚チュースがおかしくなってる。あ、ちょっと今の時期に味覚がおかしいとか言ったらダメだよ、これ NG やからな。じゃあそもそもそれは味がしないってやつだから味するでしょ。するバッチリ。うん、うん、うまいと思うことは大丈夫だよ。うん、今日のさ、パルコの店長もさ、すごくいい人だったね。ね、うん、食べ方はやっぱ違うから、ね、どんなに食べてもなんか体格違うよね。うんうんうん、これ1枚食べると結構な量だと思うよ。量もそうだけど、カロリーが多分半端じゃないと思う。カロリー半端ないね。ね、ちょっと走ってきてよ、食べて終わったら。人生を走ってますから。元気ですか？もうすぐゴール地点。やばいっす。元気な子供はゴールが近い。ねえねえ、そういうんじゃなくて、はい、マジで走ってきた方がいいじゃん。
ラストです。食べます。うん、完食。一人でペロッと食っちゃいました。ベリーグッド、グッドテイスト。おかわりお願いします。お電話してください。ピザパルコさんへ、お持ち帰り専門のピザパルコさんへ。どうぞ皆さん、サンゴア付きですよ。本当です。はい。